五色機中国国民党の青天白日万地公期青年期の長学寮を、駅首都は、1928年6月4日に、発生した長作林爆殺事件の後、父、長作林の後を継いだ、法天派の長学寮が、北洋政府が使用していた五色旗から、小海石率いる国民政府の旗である、青天白日万地公期に旗を変え、 国民政府に降伏した事件のことを指す。1928年12月29日、国民政府はこれを受け入れた。この駅史により、小解析の北伐は終了し、中国国民党が形式的に中国を統一した。超学僚支配下の東三省が一斉に聖天白日記を掲げたので、東三省駅史とも言う。超作人の休止により、 長学寮は、父の地位を継承すべく、信用に引き返した。7月1日、長学寮は、国民革命軍に停戦を宣言し、小解析の北伐に干渉しないことを表明した。満州の地に基盤を築いていた日本は、長学寮の動きに対して満足していなかった。首相、田中義一は、林権介を派遣し、長学寮に対し本意を迫ったが、 蝶学寮は日本の要求を拒絶し中国統一へと動き出した。7月3日、小解析は北京に到着し平和裏に中国統一を行うために派遣された法天派の代表と会談した。小解析が満州を統合することをアメリカ合衆国は支持していたため、この会談の内容は中国における日米の勢力範囲の奪い合いを反映したものであった。 アメリカ合衆国とイギリスの圧力により日本は外交的に孤立した。そして12月29日、小解析は満州におけるすべての旗が変わったことを宣言し、満州に国民政府の支配権が及ぶことを受諾した。2日後、国民政府は長学寮を中国陸軍の司令官にすることを約束した。この歴史により中国は形式上、 国民政府により統一されたのであった。中国は国民政府の手によって統一されたが、これはあくまで形式的と言わざるを得なかった。というのも、国民政府そのものが、その実態は、中国国民党の一枚岩で固められたものではなく、円釈山、氷玉章、理想人ら各地の軍閥を急合した勢力に過ぎなかったからである。後世に、 中国大陸を掌握することになった毛沢東を率いる中国共産党は各地で解放区を建設中であったし国民政府に教順した満州の超学良政権もまた引き続き地方政権として一定程度の自立性を保っていた。ありがとうございます。